俺自身は貯金生活の始まりだ。チームの莫大な借金は知らん。オールスター投票最終結果が出たぞ。オブラック投手1位きたー。当然の結果だ。他はこんな感じだ。セサルをしごいてやるとしよう。あー、俺をしごいてー。第5球投げました。チー打った、強い当たり、一塁へ送る。ここは次の投球投げました。くそ、絶叫になって厳しいか。取りました。投球はこれから3球目。うんす。打った、これは強烈、さらに伸びていく。お、入った入った。ふん、絶叫だろうが俺には関係ねえよ。俺が2に出てたから打てたんやろな。ツーランホームランを放っているブラック、アウト。変えるぞ。ダイレクトでボールを掴んでアウト。今日は全然だったな。早く調子を上げないとだな。気分転換でもするんだな。気分転換か。スパイク破壊。予備のスパイクがあるから問題なしだ。あん。まあよかろう。ふん、俺が投げるとき以外毎回負けてるだろう。毎日切り替えねえといけねえぞ。んなことよりしっかり練習しとけ。気分転換に喫茶店にでも行くか。来てやったぞ。あん、インフレしすぎだろ。まあ金はあるからよかろう。まあまあだな。それがどうかしたか？読書か。よかろう。あん、再び戻ってきたのか。しごいてくりー。まあよかろう。また一軍でバリバリ投げたるでー。あ、二神の野郎どこ行った？あははは。はまた二軍を使い。何やってんだ。あん、二神乗ってねえじゃねえか。どういうこと？二軍なのにしれっと練習に紛れ込んでたのか？二軍は鎌ヶ谷なんですが。謎だな。ブレイ次は対左だ。あー、俺も早くー。2回の裏、3点を追いかけます。フェリックス攻撃に入ります。先頭バッターは。オフ。パスー。左中間を受けぞ。入った入った、ホームラン。10試合連続か。ブラックの1日1本ホームラン。最低ノルマだな。お前らがホームランを打つのはいつになるだろうな。投球は3球目、投げた、打った、打ち打ち、噂のカウリー。ザック第9、投げた、初球を打ちました。内爆地。さあ走るとするか。ブラックナイスバッティングです。今日はフォアボールとショートゴロ。第9、もらい、1塁ランナー出た、外れた、キャッチャー2塁送球、間に合うか、盗塁成功。ブラック今シーズン9個目の盗塁を決めています。投げた、投球ボール、完璧、これは楽々セーフ、盗塁成功です。第4球を投げました、打った、村林、セサルナイス。最低限だな。フェニックス2球投げました、打った、いい当たりだ。これもヒット。また走ってやろう。クリーンヒットです。ブラックいいバッティングを見せました。台打オッチ。ブラックこれで今シーズン12度目の猛打賞となります。何、おいおい、あらま、チー、キャッチアウト。まあたまにはああいうこともあるだろう。珍しく引っかかってたな。守備面もしっかりな。守備は自動だから知らん。自動言うな。シーズン35本塁打か。もう新人王確定だな。ツーアウトランナー一塁という場面で出てるぜ。第9投げました。そこ、初球打った、伸びた、伸びていった、超えた、フェンス直撃、回れ、無理、チー、あぶね。二塁はセーフ。ブラックツーベースヒットを放ちました。追い返してくり。まあ無理だろうな。だから回れと言ったんだ。俺を信じろ。アルボー。次が4球目。投げた。流し打ち。どうだ。レフトへのフライだ。レフト交代。来たー。マジかよ。大よく打った。バッターランナーは一塁決定、二塁へ。フェニックス2点入りました。第2球。投げた。これ。打ちました。痛烈。さらに伸びていく。速
これで11試合連続だな。1日1本継続中だな。渾身のストレートを完璧に捉えました。フェニックス点差を縮めていきます。チームメイト第3球を投げました。打ちました。三遊間抜けた。抜けた。中継ブラックナイスバッティングです。変わったか。さあもう一本頼むぜ。第1球投げました。決まってストライク。第5球投げました。最後だ。デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。あかん。よくもやってくれたな。難しいようです。フェニックスダイソーを送ります。バッターは6番。王がやられたんだ。長島敵をしっかり打てよ。頼むぞミスター。第6球をランナー一斉にスタートします。情けない。第2球投げた。破壊。ブラックが敵打ちしてて笑った。王の代わりにやり返してやったぞ。いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。このチャンスはなんとかものにしたい。こっち受けよう。5球目投げました。外のボール引っ掛けた。レフト前に出る。掴みました。ダメか。これでワンアウト。第5球投げた。オケオケ。選んでフォアボール。これで代打松井。投げました。あー空振り三振。第5球投げました。ダメだこれ。雑魚どもめ。これも3球目変えるぞ。これは無気力。王は大丈夫だったんだろうな。まあ大怪我にはならなかったようだ。ふん、あのデッドボールで覚醒スイッチが入ればいいけどな。覚醒スイッチって。ふん。ナイス。王の無事を確認。大丈夫なら引き続きしっかり働くんだな。心配してたくせに。黙れ。はい。あん、また二神いるじゃねえか。またよろしくだぜ。今度はちゃんと一軍に昇格してきたのかな。まあいいしごいてやろう。回またぎしっかり覚えるぜ。2回の裏3点を追いかけます。岸か。フェニックス攻撃に入ります。先頭バッターはブラック。投げた。ボール球か。右への打球。一塁送球アウト。これ投げました。くらえ。完璧。今日はブレイが先発だが無理そうだな。今3失点してるな。このままブレイが粘ってくれればワンチャンあるが。お前ら足を引っ張るなよ。投げました。打ちました。これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく。センター。何マジか。センターは誰だ。楽天のセンターは王だな。ふん、俺様の打球をもぎ取るとは。覚えておいてやろう。壁に激突してるんですが。2球投げました。破壊。八つ当たりきた。センター前クリーンヒット。中継ブラックナイスバッティングです。交代か。さあチャンスをものにできるか。6球を投げた。変えるぞ。おっきダメか。初期最弱メンバーでは王が抜けてるのかもな。ブレイでもやはりダメだったな。まあ連敗ストッパーのブラックに期待してるからな。しっかり頼むぞ。任せておけ。今日の相手はロッテだ。ブラックはオールスター前最終登板だからな。勝って後半戦に行ってやろう。クソ雨が降ってやがるな。雨の中の登板か。ブラック雨に負けず抑えてくれよ。ま、任せておけ。右のダイクストラ。フェニックスの先発はルーキーのブラック。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。王先制した。お前らやればできるじゃねえか。ワンアウトランナー一塁という場面。ブラックも続け。まずは一塁先制タッチセーフ。第9投げた。そこチーシングルか。中継ブラックいいバッティング。追加点は入らず。今日は移動日と重なって少しスタミナが減ってやがるな。ブラック大丈夫かな。関東は厳しいかもな。1回の裏これからマリーンズの外れても投球はこれから6球目。得意のストレート空振り三振。投げました。アウトロー空振り三振。投げた。立ち上がり完璧。最後はキレのある変化球。
省エネピッチングしようにも守備が最弱だからな。やることはいつもと同じだ。打たせて取って省エネピッチが縛られてるしな。いきなり171キロ投げた、打ちました。これは無理だな。これはしゃあない。古谷ボールを掴んだ。記録はヒット。まずい。おいおいブラック、デッドボール。ランナー2人を置いて向かった。バントか。佐藤フェリックス、一打同点のピンチ。俺が取る。ピッチャーが左へ転がした。ピッチャーから一塁送球、アウト。送りバント成功です。さあブラック踏ん張りどころだぜ。続きます。さあ逆転ピンチで迎えるバッターはアイト。フェリックス、ここは内野フライも避けたい場面です。1球目ストライク。ふんふん、三球三振。ブラック見事なピッチングです。ランナー2人を置いて迎えるバッターはあと1つ。第1球投げました。打った、ファルボール。第2球追い込んだ。第3球を分数連続三振だ。空振り三振。残念だったな。ピンチでも安定のピッチングだな。奥井また出ろよ。任せときんちゃい。2回が終了しまして1対0です。ごめんちゃい。雑魚がピン。フェリックスリードで迎える3回。ここで一発だな。ブラック第9ボール。まずは低め。第2球投げました。狙い行きました。一直線、入った入った、ホームラン。今日は完投できそうにねえからな。できるだけ追っ手を取っておかねえとな。ブラックの後のリリーフ次第だな。チームメイト、お前らもしっかり打てよ。先ほどのプレーです。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから。投球は3球目。投げました。打った。セカンド福本かい。弾いた、取れない。そして今拾い直した。無理か。セカンドのエラー。セカンドのエラーです。打順は1番に帰って。またバントか。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。初球間に合わねえか。サードボールを掴んだ。オフやナイス。やるじゃねえか。第4球を投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃した。追い込んでから第3。はい、オッケー。空振り三振。ブラック3球。ピンチだろうが俺様には無関係だ。ブラックホームランぶっちぎり。低打席乗れば首位打者もいただきだ。4回の裏、これからマリン第4球を投げた。変化球、空振り三振。シンカー、空振り三振。奥行ったぞ。センター前に出る。あん、追い飛び込めよ。ごめんけ。第9球、初球が当たった。ブラック取った。一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ブラックのスタミナが心配だな。6回ぐらいまではいけるだろう。出たぜ。しかも2人か。フェリックス追加点のチャンスです。ここでホームラン打てば5点差か。5点差あればリリーフ陣でも逃げ切れるかもな。ストライク。第2球投げました。うんす。さあ一直線、入った入った、ホームラン。第3。これでクソ雑魚リリーフ陣でも逃げ切れる範囲内にはなっただろう。ブラックが何回まで投げれるか次第やろな。お前たち足を引っ張るなよ。さあリプレイです。5回の裏、これからマリーンズの第3球を投げた。変化球、空振り三振。171キロ投球、これから打ちました。フルタトレー。知ってた。しかもセカンドまで行かれるのかよ。ボールが点々と転がっている。打順はトップに帰って、荻野。ちだいぶスタミナ減ってきたな。6回くらいまでかな。まずは入れてきました。投げた、まっすぐ見送ってストライク。くそ、2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目。打ちました。粘り上がるな。さあ5球目、ボール振らないな。さあ6球目、くらえ。オッケー。左バッターボックスは2番藤岡。ここまで2打席連続三振。第1球見送ってストライク。第2球投げました。ストライク、膝元厳しい球でした。ふん、ナイスピッチング。ブラック、ナイスピッチング。ブラックその調子だ。ここまできっちり2安打ピッチングが。内野は体で止めろよ。マリーンズ、この回はクリーンアップからの。ブラック、この回までかな。ここまで2打席連続三振。まずい。オーダー、平凡なフライだけどどうだ。取った。マジかよ。大やればできるじゃないか。打つ方も守る方も上別格だな。能力は同じなんだけどな。またかよ。大股取って。
おーおーおー、オーが覚醒している。あのデッドボールでマジで覚醒したのか。タイムリーにフライ処理、今回のオーは大活躍だぜ。ふるやー、バント処理はうまかったのにな。ツーアウトだ、踏ん張れ。追い込んだ。変化球にキレがあります。第3球を1球外したボール。第4球はフィンス。オッケー。空振り三振。得意のジャイロボール。まだいけるぞ。いけるところまで頼んだぞ。フェニックスリードで迎える7回。ここで一発が出れば決まりだな。最弱投手陣のマシンガン一人一発で逃げ切れるかもな。ストライク。思い切って振っていきました。チー。打ちました。センター前進。でも落ちた。ブラックいいバッティングを見せました。点は入らず。7回の裏マリーズ、この回まで投げ切るぞ。この回の先頭バッターはアイ。今日は三振とピッチャーゴロ。投げた初球空振り、いきなり171キロ。第3球を投げた、スライダーボール外角へ。次は4球目投げた、打ちました。俺だ。ブラックボールを取る。ほれ、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番茶谷。ここまで2打席連続三振。ストライク、いきなり171キロ。危ない球、第3球を投げた。危ない球。さあ4球目決まってストライク。第5球投げた、打った。くそ、ここまでだな。茶谷ナイスバッティングです。勝ったー。リリーフ陣よくやった。俺だな。今日は完投できなかったが、モブどもも貢献したな。連敗ストップは俺様に任せておけ。俺様やでー。抑えたの二神かよ。お二神特訓の成果が出たかな。俺もしっかりこのシリーズで活躍していくから見とけよ見とけよ。しっかり連敗ストップを達成だ。いやー今日はスタミナが心配だったけど、よく頑張ってくれた。後打順の剣はお前を一番で使っていこう。おぐいが結構出塁してたが、まあ俺が一番の方が得点力は上がるだろうしな。あー俺の得点が減っちゃう。ふん、当然の結果だ。よかろう。お前も二神に負けずに頑張るんだな。まさか二神に助けられることになるとはな。まああいつは投手陣の中ではマシな方だからな。続く。